皆さんこんにちは、ジェンです。今日は久々にこのスーパーシックスエボに乗っていきたいと思います。まあここ最近はですね、このグラベルロードのガリバルディだったり、あとこっち、トレックのドマーネに乗ることが多かったわけなんですけども、まあ、このスーパーシックスエボなんですけど、乗ってはいないものの、またまたすごいカスタムしておりまして、例えば今こちらが前 GRX の 42T の、フロントシングルクランクついてたと思うんですけど、そこからですね、結局のところその GRX のフロントシングルは、新しいグラベルロードにつけるか、もしくはガリバルディにつけるかって今悩んでるんですけど、とにかくグラベルロードに装着するためにもともと買ったものになって、まあ、それをエボから1回取り外して、で結局 42T でまあなんとかなるだろうっていう、まあ、ギア比の計算をしてなんとかなるだろうと思ったので、結局今デュラのクランクにウルフトゥースの、その島のクランク対応のウルフトゥースの 42T のチェーンリングをつけてます。あとタイヤも、ミシュランから、コンチネンタルのグランプリ5000、これはリピートです。乗り心地とか変わってると思いますので、今日は走っていきたいと思います。今から峠行ってくるわ。雨沢ってとこ行ってくるわ。瀬戸市結構行くまで距離があるけど行ってくるわ。ガチ装備、今日はガチで行くから。三国山県立自然公園3キロ、もうあれかな、岐阜県に入ったかな、わかんない、もう岐阜県か、ここ愛知県抜けたかもしれません、もしくはもうちょい先で愛知県を抜けるかもしれません。で今地図を見てきたんですけど、瀬戸市っていうところからスタートして、この山雨沢峠っていうんですかね、越えると多治見市、岐阜県多治見市に着くはずなんですよね。だいたい8キロぐらい、来たんですけど、8キロ時点なんか
あれもしかしてもうゴールかな。もう下りっぽいぞ。あ、確かですけどここゴールじゃないかな。もうあと下るだけみたいな。そうだそうだ、はい、あら、お疲れ。多分ここゴールだ。まあ、いわゆる10% ぐらいまでだったら今の僕だと3枚ぐらい残して走れるということが分かりました。はあ、こう考えるとあんまり 20% とか正直あんま登らないし、フロントシングル 42T の、後ろ 11-28 で十分かもしれない。まあおまけに 30T ぐらいまで 11-30でもいいかもしれない。今ローディさんが引き返してきました。やっぱりここがゴールで間違いなさそう。じゃあ帰りますか。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。